どうもシネコです。今回もフリーゲーム勇者の選択肢はおかしいやっていきたいと思います。パート22、通算パートじゃなくて間違えた第5話までのエンディング回収パート5ちょっとですね、もう最初からね間違えまくりましたが、まずギャラリーね見ましょう。はい、今回のパートはですね、一応、前回までで、第5話にね通過されたエンディングの回収が、まあ 残すところねあと1個になったよっていう状態から、まあ、やっていくんですけど、ナンバー19が解放できてない状態ですね、現時点でね。なのでまあ、多分場所的には何だったっけな鍛え直そうねっていう、あ、違う、あれか、魔法、ギバーに魔法かけてもらって、意外と体大きくなっちゃったのエンディングと、このね、法律で戦いましょうっていうね。っていうエンディングの間ってことなので、場所的には、まあ、とりあえず、あれかな、魔法男からやっていこうかな、と思いますので、再スタートの場所は、あれ？なんかファイル増えた？あれ、なんかファイル増えたか？なんかありがたいことになってるよ。休むとこからかな？じゃあファイル17からやっていきます。なんかファイルが増えましたね。ありがたい。さあ、中継取ることにしたよ。暑いよ。あれ？あー、大丈夫か？魔法で氷出すとこからですね。氷出ました。やばい、つきました。まあ、ここは多分大丈夫かな。脱がない。えらい。一度ね、見たところは、まあ、ちょっと、早送りみたいな感じでね、やっていきます。ね、流星できましたよ。そしたら、次どこだ？次は、橋ですね。あれ？橋ということは、ちょっとオーバーしたかな？ちょっと戻りましょうか。道路します。道路。16。16。16かな？ああ、そうね。怪我を治したよってとこですね。怪我治したやったね。で、歩みを、その後はこれといったトラブルなく歩みを進むことができました。モンスターたちも全くいません。ここが暑すぎるぐらいでしょ。暑すぎるせいでしょうか。本当平和でした。様子を見ましょう。で、確かここでなんか自分自身見て、見ごだったっけ変になったっけと思いますので、じゃあ、シェイラかな？あんたは、シェイラの顔を覗き込みました。すると、シェイラは顔を、わからめているかな？もうね、なんか、急に、あれ、この感じ、読み、なんだったっけな？って言った感じになりますね。何？熱でもあるのかい？かなりとっても真っ赤から。どうしたんすか、兄貴。これは、何これは何？もしや、何、もしやなんだもしやなんだ？シェイラは、自分のことが好きすぎて照れてるに違いない。シェイラにとって、ここは、暑すぎるので休憩が必要かも。自身の視覚に異常が発生してるかもしれない。何この三択は。これは、どうするんだいどうするんだい、たぶん真ん中のね、なんだ、ここは暑すぎるので休憩が必要、休憩でか、休息が、ね、必要かもって言って、たぶん休むところにね、飛ばされるんだろうなと思いますので、でもどっちだ、上か、上にしてみるかシェイラは自分の声が好きすぎて停電に違いない。シェイラは
自分のことが好きで、照れてるのに違いないその違いないの。なんか違いないって。違いないってね。あなたは、確信めいた何かを感じました。まだ確認してないのね。わかった、付き合おう。言っちゃったよ。言っちゃって、突然言っちゃったよ。これはなんだ、もう、やばいんじゃないか。な。俺も君が好きだ。言ってしまったよ。もうちょっと、プロポーズしてしまったよ。どうしたんすか、アンジー。両親への挨拶、いつにする話が聞こえてないのか。まあ、この暑さが仕方ないか。ちょうどいい。休憩しよう。俺も限界だ。休憩取ることになったよ。プロポーズしただけだよ。勘違いして。勘違いして休憩するよってことになっちゃった。あれじゃあ、違うんか。違うってことですかね。じゃあちょっと下の選択肢気になるなって思いましたので、下の選択肢、あれですね。ヒエレン顔を覗き込んだその後の選択肢、ちょっと見てみましょう。ナンバー16だね。上司が戻ってきたよ。で、トラブルなく歩み進むことができました。さあ、こっからですね。まさに全くいませんよと。さあ、様子見てみよう、シェイラです。熱いよなんかな、どうなんかな、これはなんだい、これはなんだい。自身の比較に。あ、そういうことね。シェイラ自身が、なんだ、熱じゃないな。なんか、体調悪そうだなーっていう感じなのかな。じゃあ、下。あなたは思いました。もしかしたら自身の中、こっちかい、待って、自身でこっちかい。どっちかい、もうなんか、なんだろうな。なんか、もう、怖いもんみたいな音楽流れますかね。もしかしたら、自身の比較に異常が発生してるかもしれない。と。シェルの顔が赤く見える。普通、こんなに赤くないはずだ。こんなに赤くないはずだ。なんならいつもより、両面像、漢字はね、シュネコね、苦手なんですよね。黄色っぽくじゃないもんね。ごまかしましょうか。可愛く見える。おかしい。俺の目が、おかしいかもしれない。目が。大丈夫っすか？シエナの子が、いつもより赤く。可愛く見える。待って、それ。なんかあれだな、いつもは可愛くないみたいな感じで言ってことになっちゃうけど、怒らない？怒らないか？一体何言ってるんですか、アンティ。今のアンティ、去年このアンティの様子がおかしいっす。怖いよっす。いつものこと、いつも以上におかしいっす。休息を取るべきだと判断するっす。ふむ、確かに、それはそうかもしれない。俺も正直休みたいと思ってたところだ。休憩取っちゃった。休憩取るんじゃないよ。取っちゃった。まあ、休憩大事だけどね。大事だけど、違うんだ。望んでたものは違うんだ、ですよ。あれ？ちょっと、一旦、戻っていいですか？ギャラリー見ましょうね、ギャラリー。エンディング。ここですよ、ナンバー19ね。まだ解放されてませんよ。あれかな、橋渡ったっけ？
でもそのナンバー20がね、自身のあれなので、その1個前かなとか思いきや、ナンバー19が、どこだどこだみたいな感じですけど、まあちょっとね、本当は、今回のパートで全て回収したかったんですが、ちょっと時間的に、ちょうどいい感じがしますので、今回のパート、ここまでにさせていただこうかなと思います。一応、まあね、まあ、エンディングじゃない、他のともね、まあ見てみてね、まあもしかしたら、パッてね、パッてエンディングナンバー19がね、出るかもしれませんので、まあそんな感じでね、まあ進めていこうかなと思います。なので、いつナンバー19がね、まあ出るか分かりませんね。多分ね、間だと思うんですけどね。はい。ということなので、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。